はい、ごかんバナナさん番数ということで、今日はスイカゲーム、何日ぶり、結構久々じゃない。縁側さん番数、モンスモンスじゃないんだよな、この時間昼夜逆転生活送ってる、もしかして。呼ぶの炙り縁側でいい？そうな、炙り縁側さんにしとく。なんで花束の代わりに縁側って名前になった？何にインスパイアされた？今日さ、仕事終わるの遅くてさ、うわもうこれ配信できんやん、今日配信する気満々やったのにチェーと思ってたらさ、土曜日にね、自転車のね、自転車の空気を入れたんよ、自転車のタイヤに。そしたらさ、タイヤがめちゃくちゃ軽くて、あーもうこれ失敗パティーンやん、これ絶対ダメパティーンやん。タイヤがタイヤ？なんかペダルがめっちゃ軽くて、すごい。うわー、すごい早く焦げるーってなってね、思ったより早く家に帰れた。目標7000点、7000点ってあれやろ、記録保持者の点数やろ。無理やで、なんとかなるかな、これ。ちょ、しょっぱなしくったからな、これ。カラオケで花束の代わりにメロディーを歌ったからね、2回もう変えてるから帰れない。そうな、2回変えたらもう帰れんの。どうしよう、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 あまりしくったけど、ワンチャンある。なんかさね、なんとかなる、きっと。そうだろう。いや、これきつ、桃の間にリンゴ、きつ。何の話してた？あ、そう、自転車の話だからね、自転車のタイヤの空気もうちょっとこまめに入れようって反省した、今日この頃。絶対ダメパティーンやん、全然綺麗じゃないもん、美しくない。車のタイヤに窒素入れると燃費良くなるって聞いたことある？チャリは空気、普通の空気入れたよ、電動のね、空気入れを買ったから。それボボ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 って一瞬で終わった、楽ちんと思って、買ってよかったーってなった。あ、ちょっといちごさん、いちごさん邪魔なんですけど。あー、さらに邪魔、これダメだね、絶対ダメ、これは。今回桃の顔ムカつくな、声小さい人と話してる気分そんな顔してる？声小さそうな顔してる？おおおおお、あー、いけー、押せー、おせ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 、違う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 、おかしい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 、それ、おせ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 、チャリマジで乗ってない、乗り方教えて、本当。数字もう
慣れたからね、プロよ、チャリンコプロ。マジでさ、今までのチャリ何やったん、空気っていうぐらい、空気がないだけでそんな重くなるんっていうぐらい全然違ったよ。せいやさん万歳。ビビったあれは。いやーこれどうしたらいいの。ちょ、ぶどう邪魔だったー。これぶどう、こう、いやこれ動いてくれんパイン、パインさん、パインさん、パインさん。スイカになったことある？あるよ、スイカにぐらいしたことある。これもう無理や、間に入れるしかない、どうしようもない。ちゃんと見てなかったの、スージーがスイカ作った時に限っていなかった、もしかして。押しちゃった、押さなくていいのに。大学卒業してから乗ってない。まあね、乗る機会あんまなくない？スージーだってさ、こっちに引っ越して今やったら乗る機会なかったもん、ぶっちゃけ。バスがあるからね。バスが、福岡はね、バスがめっちゃあるんだよ。だから、なんかどこでも行けるって感じ。どうしよっかこれ。どうしよっかこれ。いちごさんここ行く？くんくん、さくらんぼさん、いちごさん、あーいちごもういらないよ。あ、転がるのやめてもろて、いちごさん転がるのやめてもろて。これまずいな。今車あるからね、チャリ乗る機会ない。そうやね、車持ってる人はもうチャリ乗る必要ないもんね。これが噂のスイカゲームですか、こんばんは、ローさん万歳。そうよ、見たことなかった。難しいよスージー、これはね多分ダメパティーンだからね。もうダメ、あもうダメ。頑張って押せ、なし押せ、なし、いけ、なし。あー邪魔ー、なし、頑張れよ、なし、頑張れよ。おお、メロンできた。ルナさん番数、トロリーバス、何トロリーバスって、トロトロしてるバス。あのね、福岡はあのあれがあるよ、あのなんだっけ、名前が出てこないけど、あの2台分のサイズのバスがあるよ。電車バスも乗らない、本当。スージーはね、福岡行った時はね、公共交通機関乗り回してたよ。運転してたチャリに何回イライラするか。そうなん、邪魔やなってイライラする。そんな時はスージーの顔を思い出して、スージーもこうやって頑張ってチャリ乗っとるんやろうなと思ってさ、ちょっと多めに見てあげてよ。これはスイカ無理、諦めよう。うん、ちょっと無理と思う、多分ね、ちょっと厳しい。失敗だって、最初から失敗したもん。最初っていうか、まあ結構最初の方で失敗しちゃった。これイチゴはこんなとこ入ってるから無理。ちっちゃいのが来たら困るってん。パイナポーが2個もある、こんなことないよ普通。それって何？なんだそれって。いやー
上がってるやつ。あ、福岡のバスね。そう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 。なんて名前か忘れた。なんだっけあれ。なんて名前だっけ。忘れた。もう無理だから、こっからあと何点稼げるか勝負。あ、ダメだった。全然ダメじゃん。今のトロリーバスに対する風評被害。なんて、トロリーバスって何なの。おが3番数、ダースクロップ3番数。遠隔運チャリ邪魔な時、どけよ、ほどいけ、引いてほしいんか、周り見ろよって一生叫んでる。多分窓開けてるから聞こえてる。最悪じゃん。怖っ。じゃあそんなやつ、そんなやつおったらスージーもう怖くてチャリンコ乗れんだい。泣いてまう。今日こんなことがあってねっつって泣いてるよ多分。もう怖くてチャリンコ乗れないんでちょっと仕事やめますって言ってるかもしらん。パンタグラフから給電して走るバス、トロリーバス。パンタグラフもわからんし、なんかいろいろわからん。何言うてるかちょっとわからん。スージーの知識がなさすぎてわからん。さくらんぼさん入らない。さくらんぼさんもう一ここに入ってほしいからな。入ってほしいから、ここでこうして、オッケー。いちご、いちごも入れない。オッケー、オッケーオッケー。あー、さくらんぼ入れない。それなんでそこ入るかね。お、これはいけるか。いちご、よし。普段こんなん言わんけど、ハンドル握ったら性格変わるの、変わる、なんでなんて。でもハンドル握って性格変わる人ってそれが本性って言われてるよ。だからそういう男とは付き合わん方がいいって聞いたことあるよ。いけ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 。電車の屋根についてるやつ。電車の屋根、つまりは電気で走るバスってこと？簡単に言うと、いちご、うん、あー邪魔ー、ぶどう邪魔。あー待ってくれ、縁側くん性格めちゃいいで、ガンジーより優しい。嘘や。それは嘘。ガンジーより優しいやつが自転車邪魔なくらいで怒らねえんだよな。おーおーおーおおお、元気だね。さくらんぼがマジで邪魔だな。いけ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 。これワンちゃん、これで進化したらよしよしなのか。私さくらんぼめっちゃ古い歌歌ってる。それいつの歌、懐かしい。めっちゃ流行ったよねそれ。でもいつの歌か思い出せない。あー、そこに入らないね。あー、あー邪魔。間でニコニコしてるさくらんぼが憎たらしいね。邪魔くさすぎて。あー、そんなとこに入っちゃダメでしょうが。
まあまあ悪くない悪くない。渚三番星、第二の超伝導物質も見つかったみたいなので電気利用の幅が広がる。そうなんだ。でも電気代高いじゃん。大丈夫かな。うわー、さくらんぼ入っちゃった。最悪なんですけど、もう最悪なんですけど、なんか桃がプルプルしとるしな。桃とパインさんはくっついとってくれんとちょっと困りますので、そこだけちょっと気をつけていただいて。成長しろ。ここかな。ぶどうとか混んでええて。さくらんぼ寂しか知らん。ほんと数字もあんま覚えてないけど、確かなんか手帳開くとなんかなんだっけ、なんか手帳開いてたよ確か歌の中で手帳開いてたよ。うわ、そっち？あー、ほらほら、桃さん2個も作っちゃったじゃないですか。ちょっと動いてるから待ってみよう。2年経つね。あ、そうそう、手帳開いたら2年経つんよね。なんか照れたりするんよ今回スイカ、いやこれもね綺麗になってないから厳しいね。ちょっと今見守ってみるけど、ちょっとこの動き次第ではある。ここでね、もうパイン、もうメロンができてたらワンチャンあったけど、ちょっと難しそう。どうしようかな。ここをもう一回リンゴ作って、で梨とくっつかして、お、ああ何してるんお前ら、お前ら何してるん。そんなとこ入ったら邪魔でしょうが。はあ、もうパイナップル先輩2人くっつけてやれよ。はい、おいおい、いけ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 、よっしゃ。やっぱり実感する。そうなんよね、何を実感したか覚えてないけど、このパイナップルの距離は別れたけど復縁したいカップルの距離復縁した、復縁した、今復縁したよ。ちょっと下ね、ごちゃごちゃしてるからね、ちょっときびいね。下がごちゃごちゃしすぎ。繋がったよかったなって、ほんとやな。復縁できてよかったな。泣き、でもあのメンタリストのダイゴがね、復縁はおすすめしないって言ってたよ、どうせ別れるからっつって。でも復縁したカップルが結婚する確率も、うわ、これもう終わった。梨同士くっついてくれんならもう無理やね。あー、さくらんぼが邪魔。これ終わった。これはスイカならんばい。スイカならんよこれ。だからあと得点をどれだけ稼げるか。おおお、これはまさかそこも復縁ある。無理ぽ。お、ある？お、おお、これどうしたらえ？生方言。なんとかばいって。きゃー、危ないわ。あー。なんちゃらばいって方言。あー、ダメやった。くそー、いい感じに動いたのに。そう、博多弁がなんとかばいとか言う。これは諦めるしかない。そう、次に、今度こそいい感じに。
わいいから使おう、なんとかばい。ほんとかわいいか。福岡県民からしてあんまかわいい感じないけどね。どうしようかな、ここでいいかな。いけ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 、押せ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 。大阪弁かわいくない。でも関西弁好きな人結構おらん。なんかね、今は知らんよ、もう大人になったら知らんけど、なんか学生の時は関西弁の男の人いいよねみたいな言っとる女おったよ。今は知らんよ。一応念のため言っとくと今は知らんよ。弟とっとってって言っとったとに、なんでとっとってくれんかったとって言っとうと急に、それね、福岡の人しか読めんよみたいなやつね。あー、さくらんぼ落ちちゃった。危ない、中学か高校行きかけた、やばすぎだろ。言ったらモテるよ、関西弁の男モテるよ。九州ではモテるみたい。九州というか福岡なのかもしれんけど、なんか転校生に一人関西弁のやつがおったんよ。そいつがね、なんかね、別に顔全然かっこよくなかったけどね、やっぱちょっとね、関西弁の男子っていいよねって言われよったもん。スージーはそうなんって言っとったけど、数字はちょっと分かりかねますって。へえ、かっこ九州人。言うても男の人と女の人じゃ感じ方が違うからな。でもなんか関西弁ってなんかよく分からんけどちょっと強めに感じるよね。なんかさ、でもね、スージーもね、なんか東京行った時にね、方言で妹と喋っとったらね、なんかショップ店員にね、なんか方言怖いって言われた。お前服売る気あるかと思ったよ。いや、3番せリンゴの顔、バイト中のワイの顔ポケーっとしとるってこと、ぼーっとしとるってこと。いちごさん来ちまった。いい感じ、本当これならいけそう。お前舐めてるって言われたら怒ってるっていう。なんなんそれ、びっくりするし、え、そういうことってなる。微妙いね、なんか微妙いね。みんな落ちてっちゃうからちょっと困りますよ。落ちてっちゃダメなんだよ。さくらんぼが入っていったところにさらにイチゴ。もう一回さくらんぼ入っていかん。ここ多分柿入らんからそのまんま、まあいいや、いけ。あー、ほら転がってくる、邪魔くさーい。あー、もう間に入らないでください。間に1個入ってたら2個入っても一緒よ。もう一緒よ。そいや、いちびってるって伝わらんの、なんて言ってるか1ミリも理解できん。それどういう意味。押せ。そうか、スージーさん最近ねシャンプーを買ったんよ。なんかなんていうん、
棚にさ、あの新しい商品を入れるためにさ、なんかもう棚に入らんから安くなってるやつ、普段使ってるシャンプーのなんか匂い違いみたいなやつをね買ったんよ。そしたらさ、まあ匂いはちょっとなんかもうそんなに匂わんでもいいなみたいな、ちょっとまあ微妙な匂いやったんやけど、おーやったね、メロン来たね。まあでもあのなんていうん、あのさ、こっちかな、なんだっけ、あの3点セットやったっけね、まあいいかと思って、まあ、そこまで安くないけどいいかと思って買ったんよ。調子乗ってるやろって意味、いちびってる、全然聞いたことない。スイカいけるかいけんか微妙なとこやな、これは。うん、どうしようかな、どうしようかな、どうしようかな、これ。こっちなんか大きいのがいっぱいあるからね、ちょっとどうにかしたいな。これスマホ版あるらしいよ。メロンまでは行ったけれどもって感じやね。ちょっとここ、あ、なんか動いてる動いてる、大移動を開始してる。おおおおおお、これはまたどないしよ。おおおおおお、いい感じに整理整頓できたぞ。これはこうしてこうしてこうして、桜も来た、最悪なんですけど、来ないで欲しかった、来ないで欲しいやつナンバーワン。こうしてこうして、これタイムアタックした方がいいんじゃない。うわ、イチゴも来ないで欲しかった、ちょっと、うわ、そんなとこ来ないで欲しい、そんなとこ来たら危ない。シャンプーとかオーダーメイドおすすめ高いけど、なんかいいって言うよね、その人に合ったやつ。うわー、なんかめっちゃ落ちた。でも悪くないね。スージーさんちょっと貧乏だからね、ハロウィンジャンボ当たるまで待って。ハロウィンジャンボ当てて、ちょっとじゃあオーダーメイドシャンプー買うわ。クリスイカゲー出てきた、あれやろ、ホロライブのやつやろ、違うんかな。マジでいけそう、ほんま。ちょっとでもあんまそんなこと言ったらスージーやるかすから、あんま言わんといて。うわ、イチゴ邪魔、イチゴ邪魔だね君、イチゴが邪魔だね、やらかしたろね君。うわ、しかもブドウが蓋しやがった、マジでだるい、だるいぞこれ、だるいぞ。オーダーメイドなんてあるんですね、利用してみようかな。いいんじゃない、なんかこうクセっ気の人はこれでとかあるやろ多分ね。なんかボリュームを出したい人はこれでみたいな。おし、ナイスナイス。うわ、もうさくらんぼとか来ないね。うわー、そこ行くな。うわ、いちごとか来ないで欲しかった。おそう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 せ。うわー、なんでそこ入らんのよ、ブドウ。入れよ、ブドウ。入らんわ。今の日本じゃ明るい未来が見えないんだよな。手取り増えないのに物価ばかり上がって。そうね。だからちょっとね、なんか、オーダーメイドシャンプー買うのちょっときちいなーってなっちゃうね。これまずい、これまずい、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 いろいろまずい、いろいろまずい、いろいろまずい。お、いちご落ちるか、落ちんのかい、そんなとこにおったって邪魔やろうが。
おいで。出てきた。うわ、どうしようこれ。どうしようどうしようこれ。えっ、うわーうわーうわ、これ置いて大丈夫かな。やった、スイカできたよ。見たか。できました。でもこれ結構積んでる。うおってスイカパチパチ。よかったね、スイカはできたよ、なんとか。でももうこれ以上は厳しい、これ以上は厳しい。もう一個スイカ作るのはちょっと無理があるな。はい、スイカスイカできたやん、すごいやん。ハロウィンパーティー誘っとくねって。なんやねんそれ、ハロウィンパーティー。なー、ハロウィンパーティー、な、何するん、仮装するん。シャンプーの話途中やったんよ。そしてシャンプーをね買ってね。うわ、これ待って、梨を育てないけんかな。シャンプーを買って、そんでそんでそんで、だからここブドウ入るかな？入らんよね。押さないで、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 押さないで。スイカの次は何もならんよ。どうなるか知らん。スイカ2個くっつけたことないからわからん。うわ、サクランボ入った。最悪、死んでくれ。ウニガオラ3番生、もうサクランボが2個も入った。テンションだだ下がり。うぅふっふっ、うわー、それそれさー、くっついてくれたっていいじゃん。うわー、いけ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 。フィーバーフィーバー。で、そう、シャンプーね、まあ匂い違うけどええかと思って買って、買って、でなんかシャンプーとトリートメントと何かがついとったんよ。でスージーはその何かがね、なんか洗い流さないトリートメントとかなんかオイルとかその辺と思い込んどったんよね。その辺がついてるから、まあ使ってみるかみたいな感じで思っとったらさ、プレシャンプーって書いとってね。プレシャンプーって何？と思ってしたら、なんかうわ、そこにイチゴ入らないでください。シャンプーの前にするシャンプーね、プレだからね。うわ、終わってる終わってる。そんでさ、そのシャンプーまあ使ってみるかと思って使ったんやけどさ、うわ、これ どうしたらいい。そうね、転がるよね、邪魔だからやめて、そういうの。これシャンプーしたらすごいなんか湿布みたいな、なんかスースーしてさ、うわ死にそう、やめてこれ、何これと思って、最悪や、こんなんもう使わんしと思ったけどね。その後のね、次のノーマルシャンプーめっちゃ泡立ちが全然違った。びっくりしたもん。なんでそれ入らんのよ。うわ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 、もうね、泡に溺れそうになったぐらいね、めっちゃ泡だったよ。プレシャンプー強えってなった。でもスースーするからちょっとね、ちょっとあんま使いたくない。今までのスコア越す？今までの一番、あ、もう越してる。これ最高記録今。うわ、ブドウやめて、ブドウ。
入れ、さくらんぼ入れ。皆さんもプレシャンプー見つけたらやってみてください。溺れます。すんごい溺れそうになった、ほんと。うわー、これどうする。こう、イチゴ塞ぎたくないけど、まあいいか、もう無理やもんな。おおおお、ファー、これまだいける、もしかして。これスイカ2個いけるのか。あ、待って、3000点まであとちょっとや。3000点が一つの鬼門と言われていますからね。こう、いちご入るんかな。入らんよね。やっちもた。押せ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 、下げろ下げろ下げろ。うわ、これどうしよう。うわー、それは聞いてない、聞いてないよ。あー、これダメだ、これダメじゃこりゃ。うわー、うわー、これ入る？入ったねー。入ったけども、だけども、やった、3000点超してる。数字一つの節目を迎えてる。でもこれ以上はやっぱスイカ2個はきびいな。これきびいね。さくらんぼ入れよ、お前そこ入れよ、ニコニコしてないで。うわー、ダメだった。でも3000点超したわ、やったね。ほら、総合スコアランキング1位になってるもん。パチパチパチ、ありがとうございます。雑談しながらがいいんですね、きっと。何も気にせず関係ない話をするっていう。パチパチ、ナイス、ありがとうございます。俺仕掛けゲーム、何それ、どういう意味ですか。俺仕掛けって、これは私は UMA っていうシャンプー使ってます。ノンシリコンシャンプー。スージーはエイトザタラスを使っています。あのね、幹細胞がどうのこうののやつ。うーま、そうなんだ。友達と電話してたら終わってた。人気者やね、電話かかってきたん。あ、また車、ちょっと車出してやって言われた。これどうしよっかな。うわー、最悪だ、やらかしてる。俺告白したんやけど、ちょっとね、ハートが邪魔で見えないんよな。告白したいんやけど、後押ししてってその後押ししてって言われてもやな、そんなさっさとしたらええやんっていうのもさ、ちょっとかわいそうやけどさ、なんかそんな後押しどうのこうのじゃなくない、それもうだってするんでしょ。それはどうしろと。頑張れーって言っとったらいいと。頑張れファイトー、俺の屍を超えてゆけっていうゲームがあり、このゲームは前の自分を超えていくゲーム。あ、なるほど。俺しか懐かしい。プレイしたことないですが。そうなんだ。でも知ってるわーって感じなんやね。数字は知らねー。ちょっと下にいっぱい入っちゃったな。最悪だな。
となんか言おうと思った。あ、そう、あの昨日確か誰かスイッチ買おうと思ってるんですけど、何のゲームしたらいいですかって言っとったやん。誰かな、極寒バナナさんかな。あれですよ、あのゼルダのブレスオブザワイルドしたらいいと思います。はい、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドしたらいいと思います。あれスイッチしかないよね。それだったらもうそれしかないよ。あれがあのスイッチの中で一番神ゲーやろ。告白しやんかったら別の子に取られるかもよ。しかも向こうは告白待ちかもよ。あ、その後がハートで見えない。くくってこいって言って切ってきた。切ったんだ。はい、くくってこいか。そうよ、告白もしよっかなって思った時にしないとダメよ。やっぱやめようとかなって、なんかうじうじしてる間に誰かに取られちゃう。そういうもんだよね。あー、なんでそんなとこにブドウ入っちゃうの。あー、いちごー、さよなら。あー、結果オーライ。またさくらんぼ来ちゃった。ゼルダシリーズやったことない。あ、本当ですか。スージーさんはあのブレスオブザワイルド神ゲーです、ぜひやってくださいって言われてやったよ。わかりました、じゃあやりますっつって。楽しかったよ。ああ、最悪だ。ゼルダはあれだよね、周回しなくていいのがいいよね。周回しなくていいから最高よ。多分振られる相手彼氏持ち。そうな、それ背中を押したところでやん。なんで背中を押してとか言うん。それでられるの分かってて言ってんの、そいつ。なんなんそいつ。アナデンのスイッチ版期待せず待ってます。まあ多分出らんやろなって言ってね。スイッチでやるメリットある、アナデン。これどうしよう。うわ、一番行ってほしくないとこ行くよね。そういうもんだよね。おせ、いちごー、さくらんぼいらんて。そうこうしている間に年輪、恋愛どうのこうの言うような年じゃなくなり。やめてやめて、そんなことはないで。スージーさん悲しくなる、そんなん言われたら。スージーももうババアになったね言うて、もう彼氏とか言う場合やないやんつって。もうなんかその辺の男の子にお金渡して老後の世話してもらいなよとかって言われたらもう泣けてくる。そんなーって。うわ、どうしようかな、ブドウ。これでこうして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 、オッケー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 、いいよいいよ。ありゃ、そこ知らん。縁側くん紹介であった子。あ、そうなん。かわいそう、なんか泣けてくる。キャー、
かボディタッチ激しいし男持ち上げるのうまいから恋愛したことない子なら落ちるやろな爆笑。なるほどね、男の扱いがうまいタイプね。悪い女だよ。やだわ、ほんとそんなやったをブブな男の子たぶらかしたほんと嫌になっちゃうわ。これはこっち逆やったな、逆やったな。結果オーライだけど、おせ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 。ああイチゴがまた邪魔するよね。わあ、いろいろ邪魔するよね。はい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 。わあ、わあ、パイナッポーに当たってぶつかって、いけるよいけるよ。え、当たらない。ギリギリ当たらない。そんなことある。お、やったー。アナデン生放送の楽しみなんですが、18日メメモリ周年なのでメメモリも気になってます。忙しいね。新しいゲームを始めると忙しいよね。スージーも昨日始めたゲームがあるから忙しい。あれでも結構リスナーさんが知っててよかったなって思った。なんかさ、新しいゲームを始めた時にさ、今いるリスナーさんがついていけなかったらさ、それは一番申し訳ないから、よかったなって思った。いいですけど、この後どうするか。さすがに円楽も25までに真剣なお付き合いしなあかん。せやな、25なん、結婚を考える年が25なん、男の人って。ちょっとその辺よくわからんのやけど、数字には。あっぺうわうわ、押せ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 、両方から押せ両方から押せ。これはこっちやな。そんでそんでそんでこっちに、いやーん、ナイスイカ。スイカね、スイカまではできるんやな。もう一個のスイカが作れんのよ。二個スイカ作りたいやん、やっぱり。どうせなら。ここかな。ちくちゃまだな。うお、上がってきた。むぐって上がってきた。あーあー、なんてこったー。気が入っちゃった間に、きちー、俺きちー。メメントモリマジで開いてない。久々に開いてみるかとはならん。久々にやってみるか。どうする？あ、リンゴが出ちゃう。リンゴが落ちちゃうよ。26日リバースの配信控えてるので大変です。リバースって何ですか？あ、あれか、あれをね、スージーもツイッターで見たよって言ってた、あれか。あれね、配信していいかどうかわかんないから、スージーはちょっとダウンロード控えようと思います。っていうか、新しいゲーム始めちゃったから、
無理だしね。まあ、それ当たらんの。うわーこれどうしろって言うん。あ、ダメだったここ。メメモリやと戦闘力1億。わからん、メメモリやってないから何もわからん。変顔さん、お若いんですね。羨ましいです。そうよ。まだ10代らしいよ。本人曰く。ギリ10代やって。羨ましいよね。スージー、10代に戻ったら何しよっかな。え、みんな10代に戻ったら何する？スージー、何しよっかな。迷うな。とりあえず、なんか、いらんことにお金使いまくったからね、なんかそのまず無駄をなくして貯金しろって言いたい。そう貯金しとったらね、多分ね、スージーさんね、今まだ全然お金余裕あるからワンチャン仕事辞めてるわ、またてか就職してないかもしんない。就職、こっち来て就職せんでもええかってなってたかもしんない、ワンチャン。そんぐらいお金無駄遣いしてる。ついに強行が実装されます。何ですかそれは。新キャラね、とりあえず。メメ盛りしてないからわかんないって。そんなこと言われても。かね、アフィリエイトとかしようとしてしまってね、お高い、お高い、なんて言うんですか、なんかあれを買ってしまったからね、それを買わなかったらね、100万ぐらい違うわ、貯金が。まあいい勉強にはなったけどね。お高い勉強代でしたわ。アフィリエイトだの、アドセンスだの。まあアドセンスは結果的に YouTube でやることになったし、まあその前の予習だと思えばみたいなとこあるんだけど。はいはいはい、いけいけ、もっといける、もっといける。 OK、 株でわらしべ長じゃん。なんか今年中にニーサ講座を開設した方がいいよみたいな、なんか TikTok かなんかで言ってたよ。どういう意味かわからんけど、なんか新ニーサと旧ニーサでは何かが違うらしい。何が違うかはよくわからんやったけど、旧ニーサの口座だけとりあえず開いた方がいいよーっつってた。あの数字、ニーサの口座とりあえずじゃあ開設するかって感じ今は。遠賀くん高校戻ったらとりあえず可愛い子と連絡取りまくる。そうなん、そういう感じな。スージーさん、なんか別にその恋愛関係どうのこうのしたいとかはないわ、10代戻っても。別になんか10代の時にいた男の子に魅力を感じなかったから別にいい、その辺は。彼氏作るのは別にその時に時の流れに任せるって感じやわ、スージーさんは。わー、そうなるの？結構やらかしてんな。中2に戻りたい。中2、中学生楽しかった。スージー、中学校楽しくなかった。1800万円まで非課税になる。なるほど。まあそんなに株買うほどの金もないけど、とりあえずじゃあ今年中やったらええもんね。みんなも兄さんの口座とりあえず開設しよう。みんなで、みんなで金持ちになろう。なれるか知らんけど。小中高の付き合いは遊びって分かってるけど、中2で分かるとかは今まであった中で一番可愛いから過ちを起こさない。そうな、次付き合ったらもうって感じなんだ。うわー最悪、柿が飛び出した。なんやねんそれ。
でもアリストテレスを見てたらこんな恋愛できたらどんな感じなのかなと思ってしまう。まあなんかアニメとかさ映画とかのさ恋愛一回やってみたいなみたいなのはあるよね。こんな恋愛やってみたい、燃えるような恋がしたいみたいな。白タクさんでしたっけ。バンスニーサで塩漬け、塩漬けってどういうこと。さちゃんバンス、アリストテレス哲学者、なんか名前聞いたことあるなぐらいしか分かんなかった。ちょっとスージーそういうの興味なかった、全然だから。これはこっちだ。そしてこう、あ、そう、スージーね、なんか何だっけ、いつかの配信で言った、確か言ったんやけどさ、なんかこう自分磨きせえみたいなの見て、そっか自分磨きするか、とりあえず美容に力入れるかみたいな多分話をいつか配信でしたんやけど、それとりあえずサプリメント飲もうっていう結論に至ったんよね。じゃあ何のサプリを飲むかっていうのは考えた時にいろいろ調べて、でスージーさん最近抜け毛がねやばすぎるんよ。なんか最近髪の毛洗ったら手が髪の毛だらけなると思って、え、病気みたいなくらい抜けるんよ。これはまずい、このままやとハゲババアなってまうと思ってさハゲババアなってまうと思ってかね、とりあえず髪の毛、なんか髪の毛が抜けないサプリメントないかなみたいな探して、そしたらね、なんだっけ、ビオチンっていうのがいいよみたいな、見て現在公開中のアニメ映画アリストテレス。あ、そうなんだ、すいませんね、ちょっとその辺詳しくないもので。スージーじゃなくてハーゲーになる、バンスがバンハーになる、ちょ、それ悲しいって。いけ、よし、行ったけどこれどうする、転がるよね、知ってる。新手のほら髪の毛だらけアリストテレスが、え、何が、秋で生え変わり、ライチョウとかみたいにペンギンの毛ってこの時期生え変わるんすか。でとりあえずビオチンというサプリメントを買って、でそしたらさ、なんか何円以上買ったらみたいな、 DHC のね公式サイトで買ったんよ、買ったんよ。でそしたら何円以上だったら送料無料ですみたいな書いてあったから、そっか、そしたらと思って、とりあえず数字鉄分不足だから鉄分買うでしょみたいな。でもまだ足りないな、何買うかってなった時に、ハト麦がいいみたいな、ハト麦がなんか肌の透明感が出ますって、あ、じゃあハト麦買うでしょってな、とりあえず3ヶ月分ずつぐらい買ってたんやけどさ、でもそれでもね、なんかまだその目標金額にいかんのよ送料無料の目標金額にね、どないしようってなって、でそしたらそういえばスージーまだ味覚障害が治ってないなと思って、味覚障害治すのどうしたらいいかなと思ったら、なんか亜鉛がいいですみたいな書いてあったから、亜鉛も買ったわ。これでスージーは美しくなるし、もう何、味覚も戻るし最強って感じ。エルザンバンス、何、ようこそこちら側へって、何の話。食べるのとか納豆とか冷ややっこ、大豆イソフラボン取れって。大豆イソフラボンはね、なんかね、うわ、これどうしよう、あ、やめてください。あー、閉じないで欲しかったんだよね、そこのいちご育てたかったんだよね。
イソフラボンはね、スージーさん豆乳とか好きだったから飲んでたけど、ちょっとその女性関係のあれですよね、あれがちょっとあれしたんでやめちゃいましたね、飲むの。高澤さん番宣、ハトムギってあれ安い洗顔売ってる会社、まあ、なんかそういうのもあるよね、洗顔安いさ、なんか化粧水が最初話題になってみたいなやつやけど、なんかハトムギエキスがね、まあなんかイボとかも取れるみたいな噂もあるけど、そんな感じでこうしたらいかん？よし、よくわからんけど行ったわ。うわっ、そこ入っていくなってバカ、迷惑なのがわからんのかお前たち、そんなとこに入るんじゃないよ。亜鉛は不足しがち、じゃあ正しかったですね、スージーさんの選択は。うわ、なんでそっちに転がったん、適当投げすぎた。ピューチンはキノコや卵、肉や手術でいいんですかに多く含まれるそうです。亜鉛なら牡蠣、いや牡蠣はスージー好きじゃないしさ、結構リスク高くない？お腹壊すリスク高くない、牡蠣って。そんなことない。うわー、イチゴたちが邪魔すぎて、邪魔してる。どうにかならんかな、ここどうにかならんかな。押してるな、押したとてやな、押し返してる。押せ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 、なんかよくわからんけど押せ。あらー、これやってるな、やってるな、やってるね。うん、自分磨きのためにまず食べ物からスタートしたの覚えてる、えらいね。食べ物は大事ですよ、やっぱり体を作るものですからね、お肌も髪の毛も爪も。そう、スージー爪もね、なんかすごい柔らかくなっちゃってて、ね、ビオチンね、爪にもいいって見たんで。うわー、もう全てがダメダメやな、ダメダメすぎて、しようもねえなこれ。勢いでどうにかならないな。実際自分磨き本気でやったら絶対付き合えると思う。まあね、なんか自分磨きをして自分のなんだっけ、自分のランクをワンランク上げると、前の彼氏よりワンランク上の彼氏ができるみたいな誰かが言っとったよ。本当か嘘か知らんけどね、そうなんだと思ったけど、でもどうやって出会うんって思いながらワンランク上の人とどうやって会うんって思ってる。おお、いい感じになったね。よかったね。でもこっからどうする？こっからどうするよ。こちらの牡蠣は極うまです。酒蒸しにすると絶品でした。でもリスキーじゃない、牡蠣。お腹壊すんでしょ？うわ、うわ、来た、
ね。中国の海産物輸入禁止で牡蠣も安くなったかな。どうなんだろうね。その辺はよくわからないわ、私。海産物ね、もう売り場見にすら行かないもん。どうせ安くないんでしょ。なんかさ、でもホタテが一番話題にはなったけどさ、なんかそれ以外のものも結構もともとそういう感じだったらしいね。中国に輸出してお金儲けっていうか、そんなんのせいで高くて日本の企業で買えなくて、なんだっけ、かまぼこ屋さんがね、それで潰れちゃったみたいなのを見たよ。なんだっけ、なんかね、 TikTok してたかまぼこ屋さんが、練り物がをするための魚が買えなくてみたいな、高くて買えたもんじゃねえつって言ってたよ。おい、転がってきちゃうよね。そうだよね。中国相手の商売はね、そのうちガタが来るっていう話ですからね。マット3番線、コミュ力鍛えたら人と話すの楽しくなる。まあね、そらそうでしょうね。スージーさん別にコミュ力超低いわけじゃないと思うんだけどな。自分でコミュ力低いのかな。別に人と話すのが苦手とか最近はそこまでない気がするけど、どうなんやろ。これいちごさんさ、おお、飛んでた飛んでた。これでここで育つんかな、ここに入れたら。ちょ、入れてみよう。育つかなこれ。邪魔するよね。知ってる知ってる。私もそれショートで見ました。回ってきた、みんな見てた。それ見たら何とも言えない気持ちになったわ。まあ確かに生きていくためには高く買ってくれる人に売るのが一番いいのはわかるけどね。でもさー、お前かまぼこ食いたくねえのかよって思うよね。スージーかまぼこわさびと醤油で食べるの好きなんだよね。いけ、おせえおせえおせえ。いや、やっぱね、ダメやね、さくらんぼといちごが邪魔してるよね。場所でリスクは回すと思います。こちらは人家も少なく家庭排水も流れてこないので生でも全然です。そうなんだ。 100% ではない。まあね、 100% なんてないからね、何においても。いや、これこっち重くしちゃいけんやった。こっち重くしないといけなかった。もう遅いか。うわあ、あー、これワンチャンあったのにな。まだでも3000点超えてる。すごくない？今日3000点2回も超えたよ。その気持ち大切。自分低くないとか絶対失敗しないって気持ち大切。そろスージーさん最近自己肯定感ね、ちょっと上がり出してるからね。自分磨きをしたことによってもあるし、なんだろう、なんか自己肯定感上げるのって結局さ、自分が努力してるかどうかな気がしたよね。自分がステップアップするために頑張る。まあでもうまくいかんやったら下がるんやけど、やっぱり自分はダメなんやつって。
スージー特になんか今の会社合ってないのか、前の会社もそうやけど今の会社も合ってないのかなんかね、結構なんかちょっとぐちぐち言われるからね、自己肯定感が下がるからね、結構なんか話聞いてないここも合わなかったか、まあええかとりあえずと思って、気が向いたらまた転職しようみたいな。とりあえず自転車は空気入れたら、まあ、工具の楽になったからもうちょっと転職まで待つかって感じ。転職もうちょっと後でもいいかって思った今日この頃。どうしよっかこれ。入るか。あーそっちに行っちゃいやー、最悪ー。空気読めよ、さくらんぼよ。うわぁ、そうなっちゃうんだ。ほい、オッケー。ちくわなら大量にあります。前買ったやつ冷凍保存してまだあるんですか、それともまた新たにたくさん買ったんですか。ちくわなんか一時期ちくわの消費に困ってたよね、中澤さんね。かまぼこ高い。スージーの近くのスーパーなんか知らんけど98円で売っとったから買ったよこの前。まあ、確かにあんまり量なかったけどな。うわ最悪だー、そうなるかー。はいはい、おせおせ押し返せー。ちょさーこれ、ここをさいちごとかを育てたかったからまだ下にやらなかったのに、空気読んでよちょっと。遠隔失敗して自己肯定感バカ高いから気にしてない。自己肯定感エベレストの50倍高い。マジで、スージーもそういう感じでいこう。あのコロナになったからなんか一緒に同じタイミングで社員になった人より教えて、なんていうの、その人が教えてもらえるのにスージーだけ教えてもらってないことみたいのがあって、なんかもうそれでだいぶ差がついちゃって、なんか最近それがだるいなと思ってるでもなんかそれちょっと不満やったけど、まあ家は別にその分仕事せんで良くなったと思うと思って、最近はもうそれでいる。まあいっか、今までなんか頑張って働いてなんか仕事を覚えるのが早いせいでなんか押し付けられた仕事がいっぱいあったしっていうことにしとこうみたいな働かなくて良くなったんや、スージーもそういうことにしようってなってる。まあでも大学生の時から思ってたよね、スージー人に雇われるの向いてないって。もう分かってたんよ就職する前から。だから自分で会社立ち上げるしかないよねって似たような性格の友達とねずっと言ってたんよ。絶対うちらさ自分たちで会社立ち上げた方がいいと思わん、何の会社にするっつってね言ってたんよ。でもねまだまあ経験がないからとりあえず社会勉強してからもう一回考えようって言ってからね、もう全然連絡取ってないね。そのこと元気にしてるかな。我が家で保冷剤みたいになってます。いつかは食べるんですか、そのちくわ。ちゃんと食べてあげてくださいね。ちくわ工場の人もそれを願っています。多分いけ、よし。その考えで遠隔も生きてる。マイナス考えるプラス考えた方がうまくいく。そうやろ、スージーさんもちょっと遠隔くんを見習ってるわ今。それがいいと思う。なんか嫌なことがあっても気にしないってなってる最近の数字。数字はもう悟り開いてるから全然余裕だしぐらいの心持ちでいるからね最近。数字はもう菩薩やからなと思って。
むむむむむさくらんぼやっぱ転がるか転がらない転がらないけど転がるここなら全然いいその後やね問題は失敗しても人間やしな次に生かす勉強になったし絵は今度来ても大丈夫やって気持ちできてるそんぐらいね入れたらいいけどねなかなかそうもいかないよね現実は気にしちゃう人多いからねうわ何それゆくゆくしてもしょうがないからね数字をもうまあいいやめ 何もかも嫌になったら福岡帰ればいいからいいやと思ってる最近は福岡帰ったらええんやから別にちょっとぐらい嫌なことあっても我慢しようってなってる最近はこれどうしよっかこっちにそうだよねそうだよね知ってた知ってたこれはでも置けるんじゃない？うわ、さすがに、さすがに置けると思った。わー、そこ一番困る。そこ一番困る。押して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 。押して押して。めっちゃ落ちちゃった。ちょっと様子見とくか。どうしよっかこれ難しいね次いちご用紙かも最悪やんもうどうしようもないってさくらんぼも混んでいいってわーやめてー来ないでーいちごがいちごが閉じ込められちゃったわー密室殺人事件起きてまうーなんだんこれこれやばすぎだろおいおいいいんですぞここ入ったくらいに自己肯定感爆上がりしてから今まで後悔してないな幸せやすごいねなんで急に自己肯定感が爆上がりすることになったん気になる気になるどうしたらそうなんの急に人ってそんなに急に変わるのうわそっちに行くのマジで言ってんのなんでやねんやばすぎだろうわそれ入らんのうわもう終わったんだけど終わったんだけどうわいけ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 これどうしろって言うんこれうわーどうしろって言うんにょ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 まだ2000点もいってないってマジですかもっと高かったけど高校入ったから新しい友達作ろうと思ってたそうなったそうなそんな感じでいけるんうわ跳ねちゃったかスジーさん高校生の時あんま自己肯定感高くなかったかな中学生の時もなんかね中学生入ってからなんかグレ出したやつが出てきてでそいつらが人を見下してる感じなんかあのいわゆる一軍とか自分たちが一軍ですみたいななんか勘違いしとるやつねさあそいつらがおってなんかその人たちが結局さなんかその他の生徒に順位をつけるやん
それで自己肯定感勝手に下げられるよね。でもそいつらスージーと同じ部活やったからな、言うてバレー部やったからな、何人か。なぜかバレー部とソフト部しかいなかったっていう。こっち。メモリーってスーさん好みのキャラ多いと思う。基本女の子キャラしかいない。でも、もう手一杯でさ、新しいゲームまた昨日始めちゃったから、またね、あのあれなんですよね、データを取ってこのゲームで行こうってなったからね。データ収集好きだからね、数字割と。収集してこのゲームならいけるってなってこのゲームにして感じだからね。あ、もちろん面白そうなのは大前提なんですけど、面白そうね。うわー、ある程度の新しいリスナーさんを見込めるっていう。昨日初見さんたくさんいましたね、多分そうでしょう。スージーさんもそう思います、多分。だから、ね、そこなんですよ結局のところ。やっぱりご新規さんをお迎えしないとチャンネルが伸びないので、チャンネルを伸ばさないとスージーさん配信たくさんできないので、チャンネルが伸びたらワンチャン会社辞めれるからね。だってまあワンチャンやけどね、所詮。それならもうちょっと本気でやらないとあれなんですけどね。どうしようそんなにイチゴコンでもいいよ別に。そんなに求めてない。あー、梨がくっつかない。あ、最悪瞬間移動すんなって言ってるだろ、いつもいつも。まあ結果オーライか。なったとてやから、どうしろとこれから。そういやヒップホップ聞き始めてから自己肯定感があった。ヒップホップに自己肯定感上げる秘密があった、本当。ヒップホップスージーさん聞かんな。梨農家になってる、やばいってこれ。追加今回ならんかって分からんよ、急に来るからねこれ。分からんよ、絶対無理やなと思ってもなる時もあったりなかったり。うわ飛んじゃった。もうこれ飛んじゃうのが一番うざいんですけど。スマブラ？何かスマブラ？あ、飛んじゃうのがね、ダメージめっちゃ受けたんかなって。どうしようこれ。単発ホラー配信、ホラゲー
は気乗りしないな。ラゲーはね。あ、みんな怖くて見れないんじゃない？トイレ行けなくなるからちょっと見れませんみたいな人いっぱいいるんじゃない？今回いいよ、めっちゃ綺麗よ。わあ、これこっちに置いた方がいいのかな。いやー、これさくらんぼくんのせいでちょっと困るぞ。ひとくはほら、何それ。うわ、これ入らんよね、ここ多分無理だわ。邪魔だな、邪魔だな、どうしろっていうの。うわ、これここ入らない、入らない。うわうわ、これますます入らんくなるやん。せっかく綺麗やったのに、何してくれてるんマジで。ぶん殴るぞ。これはこれを入れて、うわ、いちごいらねえ、いちごいらねえ、さくらんぼもっといらねえ。うわいけない、さくらんぼ。よし、怖くて眠れなくなるから朝まで配信セット何を言うてるんですか。そんなの無理に決まってるでしょうか。うわ、これ入らんよね、ここ絶対入らんな、このぶどう。いちごなら入る、入らない、なるほど。そうきたか、そうきたか、なるほど。霊じゃなくて人子はほら、人が脅かしてくる系ってこと。ここに桃ができましても、せっかく綺麗にできてたのに。押せない、友達から電話かかってきた。人間関係が一番のほら、そうなん。そんな、うわ、やめろってお前、やめろってやめろって。よし、なんでそんなに入り込もうとしてんのお前。いやー、さくらんぼが、キャー、いちごが邪魔してるわ。くっつくか、くっつかない、くっつかない。オーケーオーケー。
間、あ、違う、結局生きてる人の方が怖いよねってなるのが人怖。そうなんだ。うわー、終わった終わった終わった、これ終わった終わった終わった、どうしようもないこれ。いやー、首の皮一枚つながったけれども、ストーカーみたいな、あ、なるほどね。嫌なそんなの。そしたらスージーずっと後ろ振り返りながら家帰らないけんやん、怖くて。ストーキングされてるかもしれないっていう不安に押しつぶされそうになるやん、スージーが。うわー、これどうしたらいいんだろう。これでいいのか。泣いてめんどいから切りました。かわいそうじゃん。だってその子はうまくいくと思って背中を押してもらってっていう感じなのに、キャンプしてた幽霊じゃなくしつこいおっさんが出てきて怖い思いした話、そんなんあるん。何しつこいおじさんって、何を、うわ、これダメなんだ、しつこ、何をしつこく言ってくんの。おじさんが火起こしてあげようかって言ってくれ、言ってくるみたいなこと。こうなったらスージーさん伝説のホラゲー、何それ、四十八、四は何、四八やるしかない。何それ、スーさんのうつろまゆ配信、何うつろまゆって、うつろな顔に見える眉毛、ホラー映画見た後って後ろ違和感ある、なんかいるんやないかっていう不安はあるよね。なんかちょっとさ、何かが動いただけでうわーってなるよね、ビビっちゃうよね。ここに入れとこ。よし、いいですよ、割と綺麗。両サイドに行っちゃったのまずかったかな。とりあえずこっちを育てよう。こっちは勝手に育つっていう。ちなみにスージーさんの後ろにいる男性は誰ですか。知りませんけど、男性が見えますか、あなたには。じゃあ彼氏ができたんかもしれん。やった、おめでとうスージー、ありがとうスージー。え、うわ、なんでそんなとこに入るの。うーん、どうしようこれ。入んねえか、入んねえよな。めっちゃ汚くなっちゃってんのに、終わってんな、終わってんな。いや、ワンチャンある、ワンチャンあったね、ワ
もリンゴ農家になってるな。まあリンゴ美味しいからいいか。食べてないけど最近。売られただけで泣くなよな。いや泣くよ。めっちゃ好きだったんだよ。なんか元気づけてあげなよ。どっかドライブ連れてってあげなよ。かわいそうに。PS の伝説の名作。そうなんだ。PS2 は無理くね。レイシリーズ。何それ。全然知らねえ。ホラゲーに興味がないからわからんのよな。キャー！やらかしてるー。ダメだね。乗らないね。入らないね。ここかな。で、こう。こっち、こっち、こっち、こ、あーなんでやねー。こっちは残飯処理係でしょうが。お風呂とかでシャンプーなど目をつぶるとき後ろに気配を感じることがあるらしいけど、後ろじゃなくて目の前にいる。そうなん。どっちにしろ嫌だ。後ろでも目の前でも嫌だ。気持ち悪い。いけ、もも、いけ、もも。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。ほい。んで、どうする？そこを、そこ閉じるか、一回。閉じ。しかし、また来る、いちごとさくらんぼ。どうしたらいいのこれ。どうしたらいいの。おい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 。そっか、でもこの梨育てないと。うわー、また間に入っちゃった。絶対無理なんだけど。育てたかった。キャー、どないしよう。押せ。からの押せ。押せ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 。今日のサムネスイカの顔がスージーになってるみたい。いい感じやろ。いい感じすぎて笑えるやろ。お化け屋敷とかほんまに無理。女の子と手つなげるけど無理。そのイベントがあったとしてもっていうことね。うわー、これやっちゃってんなー。ギビーな、ギビーな。いちごもいらないって。ああ、ああ、やっちまった。やっちまった。ああ。ゼロシリーズ、とんでもコスチュームで遊べる本格ホラー。何、とんでもコスチュームって。例えば、女の子の幽霊なら嬉しいけどな、男なら怖いだけ。いや、女の子でも嫌やろ、怖いやろ。お風呂とかに出らんでほしい。なんかお風呂とかトイレとかに出るのやめてほしくない。普通に、まあどこにも出らんでほしいけど、なんか出るならもうちょっとさ、なんか恥ずかしくないとこに出てほしくない。そんな気抜いてるところに出てこられましてもみたいな。
私は風呂で幽霊出て全く見えないので怖くない。まあ確かにね、目に見えないものを怖がっても仕方がないということはあるけど。でもなんか気持ち的に嫌じゃない？なんか人の肌が勝手に見らんといてって思わ。うわー、なんでそっち行っちゃうの？なんでそっち行っちゃうのやし、なんでさくらんぼとか今出てくるのやし、ほんまに。しかもリンゴさんダメなんすか？なにこれ、どういう状況？さくらんぼさん、うわー、ブドウ入っちゃった。最悪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 すぎる。水着で遊ぶの？ホラゲーなのに。ホラゲーの雰囲気ぶち壊しじゃない？声をマジで下心ないから裸女やったら見られてもいいんか、そういう問題か。うわー、これどうしよう。よし、いいですぞ。これはまあまあですね。幽霊も生きてる人間と同じく風呂トイレに覗きに来る。そうなん、やめてほしい。覗くたびに10万円ぐらい払ってほしい。いや10万円は安いな、100万円払ってほしい。普通にいや違うの、桃を育てないといけないよね。桃を育てないといけないのね。お、そしてこう、こう。いちごはこっち、こっちこっち。おい。おい、うわー、なんでそんなことになったんだ。ちなみに男湯は覗かない。そうな、男湯も覗けよ。覗けよは違うか、さすがに。うわー、それ、最悪最悪だ最悪だ。最悪だ、やっちもうた。バイオの MOD に比べれば可愛いもん。
なんでバイオは何なの？ゼロはギャップがすごい。ギャップ。そんなこと言われてもまあホラゲー配信はしないんですけどね。やっぱみんなが怖いといけないからね。うわー、だる。そういうのやめてもろて。なにこれ、どうしたらいいのこれ、どうしたらいいんだこれ。こっちのブドウを育てるしかない。あー、しまった、押しちゃったな。これ下に入れなくなっちゃうな。これもう終わったな。ホラゲー配信を見る人って何が面白いの？ホラゲー配信見てなんか面白いことある？スージーはホラゲー配信 見たい欲がないから分かんないんだよね、その気持ちが。やっちゃってるやっちゃってる。これオッケー、なんとかなったか。コットはしませんな。バトルフィールドはやったことある気がする、多分。いつのか忘れたけど持ってるはず、一個だけ。でもスージさん、バトルフィールドあんま分かってない。てるけどよくわかんなくてしてない。ストーリーモードみたいなやつをちょっとした、途中までしたけど、スージーさんあんま上手じゃなくて、そう、難しすぎたね。こっちだ。そいやそいや、もう一個持ってる気がする、多分。でもどれか分かんないし、多分ね、もうどこのプラットフォームなのかが分からん。プラットフォーム忘れたっていう。キャワンちゃん、ここ入らんかな。ブドウ絶対入らん。とか言ってスージーさんが一番怖がってたりして。なるほど、そういうパターンね。みんなが怖いからとか言っといてね、まあ、可能性はあるね。スージーさんも怖がりかもしれん。でもスージーいつも言ってるくない？夜トイレ行けなくなるからホラゲー配信しないよって言ったよね、確か。言ってないっけ。
配信者がビクついてるのがいい。そこを楽しむためにホラゲー配信見んの。趣味悪いってそんな。かわいそうやろ。かわいそうじゃん。あ、もう瞬間移動しないでっていつも言ってるのに。いつも言ってるの、うわー。これ以上動かない？押せ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 。いけ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 ドーンからのドーンからのドーン。なにこれなにこれなにこれどうなってんの？ブドウが悪い。ブドウがすべて悪い。育てよう。すべてにおいてブドウが悪い。どうしよう。こっちかな。こっちのこっちの。こっちのこっちのこっちでこう反応が面白い。趣味悪いって。そんなんを見ておもろがるなんてかわいそうじゃん。入るときに入れとけ、入るときに入れとけ。うわーお、あ、言ってたかも。寝たかと思った。半分ネタで半分本気やね。お、スージーさん今一人暮らしだからさ、なんかあった時どうしようもないじゃん。だから怖いよね。モテたい。インスタで彼女載せるのやめません。どうした？インスタに彼女乗せてるやつがおって虚しくなった。俺は彼女おらんのに言うて。おお、どうなってるんやこれ。どうしよう。なんでさっき3000点あんな簡単に超えれたんだろう。わからない。わあ、ももさんそっちじゃないでしょ。どうしたらいいのかなこれ。これでいいんですけど、いいんですけど、いいんですけど、何の解決にもなってないというか、これどうしたらいいんですか、これ。サクランボいらね。桃農家になってるてー。シーマン3番っす。スージーはホラーでビビってもリアクションうっそ。多分ビビってるんやろうけど、でもなんかよくわからんなーって、ね、うわーみたいな、そういう感じね。おお、ビビったーみたいなね。悲鳴上がらないっていう。違うんだよなーってなるよそれ。悲鳴が聞きたかったんだよな。でもこれどうしようもねえわ。うー、難しい。3000点超えれたけどその先に行けない。 COD は現代戦がいい。スージーさんのな、何なんだろう。 COD わかんない。
や、どっちもわかんない。バトルフィールドももう覚えてないもん。いつの戦争のを舞台にしてんのか覚えてない。なんだっけ、ファイブ？ファイブじゃない、よくわからん。エンガー君もおるときはしてたけど、それも過去のエコ。彼女売ったらインスタに載せるもんな。インスタに載せて何が楽しい？俺リア充屋でアピール。ヤンコ先生バンス、そう3000いったよ、超えたよ。なんか適当にやってたら超えた。そんなこともあるんだね。そうなんだよね、今日調子が良かったみたい。お化け屋敷は人だと思っているか、どう反応したらいいか分からず、反応薄すぎてお化けは困っていて、ワイも困って、なんか変な空気になった。そういう人はお化け屋敷に入ったらいかん。当たり前やろ、インスタやってるのはどんだけリア充ですって言う場やからね。そうなん、インスタってそういう場所なん。なんかでもあれやろう、なんかさ、そういうおしゃれな写真とかを撮るためにさ、無理してるやつが結構おるんやろ。なんか私の人生はこんなにキラキラしていますみたいのをさ、こうアピールするために、なんか彼氏おらんのに、なんか彼氏と一緒に来ましたみたいな感じでさ、相手がいるように見える写真を撮るみたいな。虚しい。周りシリーズ神ゲー。いやー、それびっくりする系じゃない？あのなんかドット絵のやつやろ。これはそうなるか。落ちてった。そんなに、うわ、どんな落ち方それ。一回様子見る。キラキラ、そうね、インスタはなんかキラキラアピールが激しいイメージ。僕スピード変わらず速い。そうよ、タイムアタックしてるからね、勝手に。特に意味もなくタイムアタックしてるから。どうしようかな。リンゴを育てないといけないけど、頑張れ頑張れ、ブドウブドウ、お前ならいける。うわー、何それ、どうしよう、これめんどくさいことになってもうた。うわ、何してるお前。ブドウさんさ、数字が待たないからでしょう。待たないからそんなことになった。でもきっとなんとかなる。ほらね、なんとかなったけど、またブドウがね、こう閉じ込められる事件発生するみたいなね。すごくっつかんかい。
コロ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 、おむすびコロリみたいになった。うわ、これは汚いですね。さっきの綺麗だったのは嘘のよう。インスタマウントの取り合い、そうなん、そんなことして何が楽しい。煉獄君も一回はインスタでストーリー上げてる。そのために車走らせてる。インスタでストーリー上げるためだけに。それの何が楽しいんだよ。スージーも次彼氏ができたらそれ用のインスタ始めよう。彼氏いて毎日が充実してますアピール赤。誰が見る。うわしよう、これどないしよう。ちょ、押してほしい、そこは。いいよ、押しちゃって、押しちゃって。そこくるくる増えました。あら、 YouTube くんご機嫌斜め。入れないパターンよね、物が多すぎて。今度白浜ドライブするから、その時の写真5枚は撮る。で、いいやつを選出してみたいな感じね。で、これをじゃあインスタ載せますかということで、桃がいっぱい。ダメだった、押したつもりが。リアス、そう、リアス赤。今から練習のためにそういうアカウント作ってもよろしいですよ。何載せるん、今彼氏もおらんのに。何載せたらいいんですか、今。一人ね、二人分料理頼んで、彼氏がいる風に装ってあれしたらいいですか。合計50枚取って、そっから5枚選抜。そうなん、そんな感じなんやね、インスタって。知らなかった。もが接近してきたと思った、遠ざかったと思ったらゲームオーバー。そんなもんよ、このゲーム。ちなみに今何時。10時ね。慎重さが足りん、数字。どうしよっかな、これ。ここでリンゴ作っちゃおうか。入らない。どこ行ったとか、夜景とか、いろんな景色を共有する。なるほどね。うわー、これこの間のやつがうざいな。今のうちに彼氏いる程度の装いの画像ですね。そうそうそう、今のうちにね。うわ、それ入らない、嘘でしょ。桃さんがくっつけないじゃない、それじゃ。押せ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 、いろいろ押せ、いろいろ押せ。いけるって、お前ならいけるって。いけたけど、ないしよ。今度ブドウが邪魔してくるやん。なんなんこいつら、マジ。
AI 彼氏そんなんできる？ AI 彼氏とか作れるもんな。返答をなんかいろいろ暗記させて、あれする、暗記っていうか覚えさせて、女心がめっちゃ分かってる彼氏作る。モテモテかもしれん、スージーの AI 彼氏。私にもくださいって言われるかもしれん。どうしよう、どうしよう、これいけ。あー、よし、なんとかなったかも。するしかない。あ、そこまで落ちるとは聞いてない。そのまま浮かび続けると思ったのに、最悪なパターンになってもうた。いろいろ最悪になってもうた。これスイカなる？わからん。これちょっとしくってるからわからんね。あ、でも綺麗にできたからといってスイカにならんやったりもしたし、結局なんか圧に耐えられんくなって飛んでったりとかあったし、わかんないね。神のみぞ知るって感じじゃない。閉じないで、そこ。もうだんだん適当になってる感が否めない。ゆりに目覚める。急に？スージー女の子好きになる。でもスージーさん別にあれを恋愛対象男の人とか決まってないよ。その時好きになった人が好きだから。とんでもねえことなってる。抵抗はない。別に。あー、そこなんでそうなっちゃったの。最悪だ。でもね、パイナップル同士の間にいろいろ入りすぎてる。ちょっと間がややこしいことなってるもんな、これ。元カレ元カノみたいな、そんな感じになってるよ。元カレ元カノ、元カノの元カノの今カレとか。おお、どんどん上手くなってきてて、見ててとても充実してます。本当ですか？それは良かったです。見てて面白くないとね、意味ないからね。好きになるタイプとか決まってない感じ？決まってないと思う。まあよく分からんけどね、スージーさんそんな恋愛してきてないから。あんまりなんか彼氏がさ、歴代で5人いますとか言ったらさ、なんかその傾向が分かるやん。だいたいこういう人を好きになりがちみたいな。スージーさん彼氏今まで2回しかいたことないし、そのうちの1回はなんかめっちゃちょっとしか付き合ってないから、なんか付き合ったか付き合ってないかわからんみたいな感じなんよ。スージーの中でも脳幹に近い状態になってるからね。だから実質元彼さんぐらいしかデータが取れなくて、ね、あんま分かんない、どういう人が好きとか。うう、そっち行っちゃうんだ。なるほどね。いい、これどうする、どうする、どうする、これ。はあ、もうちっちゃいの置くとこがないよ。最悪。
適当にしすぎた。キャーイチゴー邪魔。おもろくて可愛かったら倫理なくてもいける。どういうこと？めっちゃクソ女でもいいっていうこと？可愛かったら。うわー、人間関係がごちゃごちゃしているよ。うー、どうしようもね、これどうしようもね。どうしよう、なにこれ、なに、あ、さくらんぼあっちにあるのに、バカ、やらかした。いやー、もうメロンが耐えられないって言ってる。どんぐりだよって言ってる。残念。バルさん、バンス、僕も今日スイカゲーム買って今やってます。本当？じゃ競争する、スイカ先に作れるのどっちかっていう。二人ない、変な意味じゃないけど多いと思った。何が？今かのとか元彼とかそういう話？あ、違うか、スージーのね、スージーの元彼さんが二人っていうのが、そうなん？でも彼氏できる人めちゃめちゃできるやろ。お前何人と付き合ってるみたいな女おるやろ。財布からお金取らんかったらいける。財布からお金取る女だけは許せんの。スージーさん、ちゃんと花嫁修行してますか？花嫁修行、一応お料理は毎日してるけれども、え、毎日ではないか、時々サボりますね。どうなん、最近でもね、なんかお掃除に目覚めたとまでは言わんけど、なんか今まで掃除サボってたようなとこを掃除するようにはなったね。一応一人暮らししてるから、ある程度は花嫁修行になっているんじゃないかと思う。その一人暮らしのあれが、あ、何も見らずに落としてしまったさくらんぼ。うわー、どうしよう、こんなとこにさくらんぼ落ちておられても困るよ。入れるかな、ここ。入んないね。はーい、まだ2200しか取れてない。いや、わからんよ。急に調子よくなるかもしれんよ。スージーがそうやったもん。急に調子よくなって気づいたら3000点取ったからな、さっき。そういうもんやね、このゲーム。下にいろいろあるのか、あれやな。ここに入れてみるか。うわ、入らんの？マジ？イチゴぐらい入るやろ、それ。マジ？押せ！スージー押すのうまいかもしらん。イチゴ、イチゴ。邪魔ですね、さくらんぼさん。なんでそこ割り込んだんですか？今だじゃねえんだよな、マジで。そう、元からマジで無理なの、束縛。結構厳くない？アブリエンガワさんなんか。結局また次できても長続きせんそう。勝手なイメージ。そうやって年を取っていって、いつの間にかおじさんになって、あれ？
あんなにモテてたのになんか急にモテんくなったなってなりそう。すごい失礼なこと言ってるけど。どうしようかな、こっちでいいかな、ここでいいかな、うわ、そういう感じね。さくらんぼがところどころに入ってしまっている。お、でもいい感じになった、ラッキー。財布からお金取るとか絶縁や。あー、それいちご入らないの。なるほど。これはどうするべきか。続きは絶対させる。次は女の子とのみ行っても伝える。そうな、まあ頑張ってくれや。入らんかな、入るかな。今晩スイカできましたか。できましたよ。シャロムさん見てください、数字の スコア、今日のスコア。数字かぶってないから見えるでしょ。いや、ここいちご置くの違ったか。いけいけいけ、くっつけくっつけ、おいラブラブしろ。よし、ラブラブなったわ。半年耐えるぞ。半年耐えたら燃え尽き症候群で冷めそう。頑張ってよ。3000って言ってるじゃん、すごい。そうでしょ、スージーさんにしてはやるでしょ。まあでもなかなか難しいね、こっから先。何かコツをつかんだ。何もつかんでない、いつも通り適当にポイポイポイってしてる。まぐれ、奇跡的にいった。気づいたら3000点超えてて、やったーってなった。ただそれだけだから。2回多分連チャンでね3000点超えたんよ。でもその後もうダメっていう感じ。どうしよう、これこっちを育てないといけないんですけれども、大きいのが来ないとなんかねやる気にならないよね。来たよね、押すなよ、あんま押すなよ。やばい、さくらんぼがブルブルしている、ブルブルしている。やばい、パイナップルが爆発しそう。パイナップル爆発する。よかった、爆発しなかった。次元爆弾みたいになってた。ジェイコブさんバンス、シゼットさんバンス。スイカ作れても3000点いかないことある。そうね、全然あるよね。だからもう3000点いく気全然なかったもん、どうせいかんやろと思ってた。最近麻雀にハマってる。麻雀わかんないんだよね。一回やったことあるんだけど配信で、でもよくわからんまんま終わってもうで。最低、なんでそっちに行くの。もう終わった、これ終わった、絶対終わった。じゃ
そこの桃を育てないといけないのに、桃を育てる気なかった。全然。あ、なんかいい感じになった。なんだこれ。ラッキーだけど、ラッキーだけど、ここのブドウが厄介ですね。まあいっか、とりあえずは。とりあえず何も気にせずガンガン入れていくっていう。間のブドウ邪魔そうよね、あんな変なとこ入って。難しい麻雀ね、難しいよね。全然できる気せえへん。あら、こっちや。さくらんぼ邪魔、来ないで、もう来ないで、あなたのこと嫌いよ。あ、ちょ、そっち行かないで、そっち行かないで。なんかとんでもないことなってないこれ、大丈夫そう。最悪、何これ。まったく誰ですか、あんなとこにブドウいたの。誰なんだろう。あれこれ考えても結局偶然の動きに翻弄されるのよね。そうなのよね。だからもうなんか流れに身を任せるしかない。最悪。絶対もうちょっといけたよね今の。キャー、そんなに転がらないね。なんでそんなに転がるの、やだで。3手先を読みつつ、無理だよ、だって何が何の果物が来るか分かんないんだもん。次までしか分かんない。どうやって2手先を読むんですか、そんな状態で。何これ何これ、どうしろっていうの、どうしろと。こう、よし、いいでしょう。藤井数字イメージ、むちゃくちゃやね。めっちゃ言いにくいしな、そして。言いにくい名前、ほんと。こうして、こうして、こうして。で？そんで、そんで？クランボが邪魔だね。これいけるかな、くっついたね。でもサクランボが邪魔だね。邪魔じゃないかな、まだサクランボくらいなら。うん、育て育て。いや、これこっちかな。うん。
なんとかなりそうな。あー最悪だ、イチゴが転がった。ほいほいほい、こっち押せ、イチゴを押してくれ、頼む。ダメだ、もう待ってられない。めっちゃ跳ねた。それいけるでしょうが。おお、なんか綺麗になったね。整理整頓が十分に行き届いている。うわ、そっちじゃないのよ、そっちじゃないのよ。なんでそっちとくっついちゃったの。こっちのリンゴさんを育てないと。くるくるしてる、調子悪いね今日。今日なんかさっきも言ってたね、くるくるしてるよって。なんでそんな調子悪いんだろう今日。 YouTube くん調子悪いんかな。スージー自分の配信今日あんま見れてないからわかんないな。あーやだやだやだ、やめて、何してんの、最低、何これ、めっちゃ喧嘩してる、喧嘩してる。パイナップルと柿がめっちゃ喧嘩してんだけど。うわー絶望。麻雀、スージー麻雀できるかな。絶望。そっちとくっついちゃうのね、それやめてよ。再読み込みを試みて広告は爆音で流る。広告ね、すいませんね。またパイナップルプルプルしてる、パイナップルだけに。うわーどうしよう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 。あーしてる、プルプルしてる、こする、それ、そうだよね。はいはいはい。あーさくらんぼやめて、それやめてよ、かくれんぼしないでよ。隠れれてねし、眠いぜ、もう寝るか迷うぜ。ついでにワイもくるくるしてるぜ、マジか。じゃあもう配信終わった方がいいな、これ。まあいい時間やもんな。どうしようこれ。スイカゲームスマホで検索したパチモンがヒットしました。パチモンあった、どんなやつ、何が違うんそれ。逆に、ぶどうが、ぶどうが、ぶどうもだし、もう柿置くとこがないよ。いちご、入れ、そこに入るんだ、入るんだよ、お前入るんだよ。そっちとくっついちゃうのねって、負けヒロインっぽい。やだー、そんなのやだー。スージーさんはノーマルヒロインでありたい。普通にヒロインでありたい。それくっつかないの？いけるよね、いけるよね。うわー、まだいけるのに。積もった。物連算全くなかったです。あ、そういう系ね。
死攻略キャラ何それ、治った、何がくるくる、まあ今日は3000点超えたし満足満足まあ明日もまだ今日月曜日よね、まだ1週間長いからな、この辺で終わっとこう。お疲れ様でした。アーカイブで追加見ます。ありがとうございます。それでは皆さんおやすじー。